video diary, June the 12th, 2021, by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan. ビデオ日誌2021年6月12日、林博史です。おはようございます。今朝、ある新聞の記事の中にですね、こんな記事が出ますか、文がありました。現在ですよね。今、この日本では空前の縄文ブームが起きているそうです。空前の縄文ブームだそうです。いろんな本がね、次から次へと出版されてますけども、現在最もよく売れると言いますかね、売れ筋の本といえば縄文文明に関する本のようですね。大変喜んでいます。というのは今から10年前ですね、ほぼ10年前ですけども、私が謎解きを始めた頃のことなんですけども、つまり私自身もそのような先入観を持っていたわけですけども、つまり日本には何もないんだと、日本の古代日本を調べても何も出てこないんだというような意識は確かにありましたね。ですからどこか日本を外して、外国に目を向けていたわけですけども、だんだんね、そうではないということに気がつき始めたわけです。それが2012年の頃だったんですね。で、2013年に入る頃にはですね、縄文文明ですよね、調べれば調べるほど奥が深いと言いますかね、これは大変なことだというふうに気がつき始めたわけです。で、それから2、3年ですよね。で、いろんな動画を発表させていただきましたけれども、この動画、見てますかね、YouTube の世界でですね、動画を発表している時のことなんですけども、やはりこうね、一般の皆さんに人気のある動画と人気のない動画というのがある。それはもう当然のことだろうと思うんですよね。例えば UFO であるとかね、宇宙人というテーマで動画を発表するとですね、具体的にはその1日のですね、視聴回数というのはドンと上がるわけです。ところがですね、縄文に関する動画というのは全然反応がないんですよね。はい、数字的にどうということは今となっては覚えてませんけども、ガクンと下がる、それがガクンと下がるほど、下がったのが分かるほどガクンと下がるわけです。で、動画を発表する私としてはですね、なんて言いますかね、やっぱりこう人気のあるテーマについて、動画を発表するというような方向がある程度できていましたね。ともかくも縄文、日本の古代に関する動画というのは、それくらい人気がなかったですね。どこかね、やっぱりね、皆さん自身もそういう印象を持っていらっしゃったと思います、持っていらっしゃると思いますけども、縄文土器土偶埴輪というようなね、テーマというのはどこかね、泥臭いと言いますか、カビ臭いと言いますかね、土臭いと言いますか、古っぽいと言いますかね、新鮮味がないと言いますかね、面白くないと言いますかね、そういう、その印象ですよね。はい、ですから縄文というだけでですね、どこか発掘して、なんて言いますか、土の中から何かを探すというような感じに捉えられていたのかな。プラス、その当時、今もそうですけども、日本考古学の全体の思想って言いますかね、思考回路っていうのはどういうことかというと、要するに古代日本には何もなかったんだという大前提なんですね。文字もない、数字もない、何もない、ただ単なる、旧石器新石器時代の、その流れの中にあったということですね。ですから今もそうですけども、どこの考古館行ってもですね、その縄文時代のその人たちの生活風景様子というのがパネルにしてね、絵画にして絵にして示されているわけですけども、そういうのを見てもですね、何かしらこう原始人がですね、原始人って言うと怒られますけども、実際そうですからね、本当に粗末な家に住んで粗末な衣服を着て、そして粗末な生活をしていたというような様子で描かれてますよね。それは小学校中学校の
教科書を見れば分かりますよね。まあ、どういうふうに、まあ、イメージが作られてきたか、あるいはイメージを持っていたかということがですね、まあ、そういう、まあ、そういうふうに表現されたものを見れば分かるわけです。まあ、それをそういう大前提でですね、まあ、つまりは日本には何もなかったんだと、まあ、日本にあるものというのは全てですね、中国あるいは朝鮮半島から日本に伝わってきたものだということなんですね。あるいは東南アジアの国々からですね、海流に乗って日本にたどり着いたんだというような基本的な考え方なんですよね。つまりトライトライトライというあの考え方へとつながっていくわけです。そして何かね、その日本の、まあ、そういったものを、まあ、調べてですね、ルーツはと言った時にですね、まあそれもやっぱり考古学者の先生たちの思考回路なのでしょうけども、すぐさま中国大陸あるいは朝鮮半島、さらには東北インド東南アジアに向け目を向けるわけですよね。そして似たようなものが見つかるとビンゴなんですよ。似たようなものが見つかるとビンゴなんですね。そしてまあそのこれは中国で何々だった、朝鮮半島から伝わってきたものだってことなんですね。私印象に残っているのはですね、あの井戸尻の考古館に行った時にね、3本指の明らかにエイリアン風の、まあ、人物が彫り込まれた土器っていうのがあるわけですけども、それはまあ井戸尻の考古館、今はどうなってるかしませんけどね、ここ 2,3 年行ってませんので、カエルであるっていうふうに説明されてましたね。カエル、なるほどな、カエルに見えるのかななんて思ったんですけどもね、そのパレの方を見ますとね、どうしてカエルかというとですね、古代中国においてはね、例えばですよ、確かそのように書いてあったと思うんですけども、日本ではですね、月を見るとですね、ウサギの餅つきっていうような感じで理解されてますよね。確かに月のあの模様を見てるとですね、ウサギが餅をついているように見えるわけです。ところが中国ではですね、どうやらカエルにまあ見える、そういう地方があるみたいですね。まあ、そういうのを探し出してきて、その中国では古代って言いますかね、古来というか、まあ、その月にカエルが住んでいるんだ、その月の模様がですね、カエルに見えるというようなところが あるみたいですね。でそれをスーッと引っ張ってきて、そしてそれが説明文に書いてあるわけですよね。つまり日本の縄文の土器すらもですね、中国模様もですね、中国から来たものだと。でそのなぜこれがカエルかというと、中国では、まあ、月の模様をですね、カエルというふうに、カエルというふうに理解していたようだと、そこにルーツがあるんだというような説明が、あの井戸尻考古館でもパネルに、まあね、大きくね、文字に書かれて説明されていました。今でも多分そのように書いてあると思いますけどもね、まあ、訂正されたとか修正されたとかいうような話は聞いてませんのでね。つまり、まあ、それが正しいか間違っているかということは別にしてですね、要するに何でもかんでもそうなんですけども、そのトライトライと言いながら、そのルーツに似たものがですね、まあ、ルーツって言いますか、それに似たものがその中国あるいは朝鮮半島あるいはインドあるいは東南アジア、そういえば井戸尻もありましたね。まあ、そのいろんなね、工具農具があるわけですけども、それと同じようなものがベトナムとかね、あの辺り、ごめんなさい、今の名前はちょっと忘れましたけども、東南アジア辺りでね、似たようなものがあると。だからそうした農具というのはですね、海流に乗って日本へ伝えられたんだ。それが、まあ、その長野県ですよね、井戸尻の考古館に伝わってるんだというような説明も確かあったと思いますよ。はい、間違ってたらごめんなさいね。まあ、そういう形で、ともかくも外国に似たようなものがあれば、ビンゴってことでそこから来たんだってことで、そこでまあ思考をですね、停止してしまうんですね。まあ、本当にそうであるかどうかってことよりもですね、つまりその大前提として、日本には何もなかったんだ、誰もいなかったんだ、みんな渡来人だという考え方で、まあ話が進んでいるってわけですね。まあ、それがまあ自虐的考古史観につながるかどうかってことは別にしてですね、まあ、要するにそういうことなんですよね。ですから縄文時代というのもですね、まあ、何もなかったんだという前提ですから、まあ、つまりはどこからかそういう人たちがやってきてね、日本に住み着いて、そしてまあそういうまあ原始的な生活を始めた、その時代がその、まあ、あの縄文時代だということですね。これは別のもっと、ね、大きいというか、あの辺りの考古館なんですけども、私本当にそれ聞いたんですよ。土器がいっぱい出てるんですよね。でその学芸員の先生がいらっしゃいましたのでね、まあ、それとなくね、こうしたその土器、土偶、まあ、顔のね、
顔の土器と言ったらいいのか土偶と言ったらいいのか、顔だけを作ったその土器が土偶がいっぱい見つかっているところがあるんですね。ではそれがたくさんあるもんですから、こうしたその土偶ですよね、土偶は誰をモデルにして作ったんでしょうかねって声をかけましたらね、その学芸員の先生ははっきりとこう、それは本当にそのようにおっしゃったもんですから記憶してるんですけども、古代ね、そのこうした土偶を作った人は隣のお姉ちゃんやおばちゃんを真似て作ったんですよっておっしゃったですね。隣のお姉ちゃんやおばちゃんを、まあ、要するに、まあ、モデルにして作ったものですよってことをおっしゃったですね。その言葉ですよね、隣のお姉ちゃんやおばちゃんという言い方がですね、楽しくて、はあそうですかって言って笑って、まあ、私印象に叩き込んだんですけどもね、まあ、そういう考え方なんですよ。まあ、それが正しいとか間違ってるとかね、まあ、そういう方は失礼だから言いませんけども、その流れの中に、つまりはあの現在縄文ヴィーナスであるとかね、縄文女神の、まあ、像もあるわけですよね。ですから、まあ、あの縄文ヴィーナスについては NHK さんがですね、はっきりと妊婦さんです、妊婦さんという言葉を使ってましたねと言って紹介してましたね。まあ、それを話したのは、まあ、どこかの大学の先生だったんですけども、まあ、そのね、NHK さんにしてみれば自分の方向性って言いますかね、流れに沿って、まあ、その都合のいい先生を呼んできて、都合のいい意見を言わせて、そして都合の悪い部分はカットしてというようなことをやりますからね。要するに、まあ、NHK というふうに断言していいわけですけども、 NHK のね、その番組の中では妊婦さんですってはっきり言ってましたね。ですからもうそういう形で、まあ、なんて言いますか、作られていくわけですね。で、まあ、今日はですね、遮光器土偶というのを取り上げてみましたけどね、青森のね、亀ヶ丘のあの遮光器土偶を取り上げてみたんですけども、少し前までね、何かしらのこうまじないの人形というふうに説明されてましたね。皆さんもお聞きになったことがあると思います。例えばね、足が悪い人はですね、その土偶の足を折ってですね、で神様に記念するんだと、そして自分の病気を治してもらうためにっていう形で、まあ、その足のない土偶を作ったんだっていうようなことが説明されていましたね。まあ、当時私はまあ大変素直なね、まあ何でもね、そういう話を聞くタイプの人間だったんですよね。同時に、まあ、あのテレビ進行といいますかね、NHK 進行っていうものにの世界の中で子どもの時代からも徹底的に叩き込まれた人間ですからね。まあ、マスコミを疑うとか NHK をね、天下の NHK を疑うなどということはみじもなかったもんですから、なるほどそういうことかなんてね、まあ、自分の、まあ、やはり同じように印象に、あるいはまあ考え方の中に叩き込んだ記憶がありますね。まあ、要するに、まあ、そうしたものではないんだということをですね、まあ、皆さんに今お伝えしているわけですけども、要するに、まあ、今日もねちょっと紹介したんですけども、その遮光器土偶についてもですね、ある大学の教授、まあ、その方は客員教授ということになってましたけども、まあね、客員教授というのは、まあ、客員教授なんですけどもね、ゲストとしてやってくる教授という方で、まあ、意見を述べてられるんですけども、要するに遮光器土偶というのはですね、こうこうこうでこういうものであると書いてあってですね、その後に宇宙人が宇宙服を着ている姿だという陳説もあるというふうに書いてありましたね。日本では陳説っていうのは珍しい説という意味じゃないですよね。それは皆さんご存知の通り、まあ、英語の方でね、陳説っていうのをですね、翻訳機械にかけてみますと ridiculous っていうふうに出てきますね。あのいわゆる、まあ、ridiculous、おかしなとかね、とんでも説って言いますかね、まあ、そういう単語と並んでいるわけです。要するに日本で陳説というとですね、まあ、要するにバカ臭いから相手にしなくてもいいようなとんでも説ですよというような意味でアカデミック世界では使っているみたいですね。そうでしょ、皆さんだって陳説っていう時には、まあ、ある意味でね、バカにした言葉ですよね。まあ、要するにバカにされて、私の説が、まあ、私ってことをターゲットになさったわけじゃないんでしょうけども、今日の新聞のある部分にね、陳説という言葉が並んでいました。まあ、当然ね、ちょっとカチンときたもんですから、カチンときますよね。まあ、改めてね、今ご覧いただいているような動画を発表させていただいたんですけども、まあ、こうしてね、下から上を見ている、あるいは下から下をばかり見ていると陳説ということになりますけども、上から地球をですね、上から見て、まあ、その世界を見て、その中の一つとして日本の土偶を見るとですね、私は陳説ではないと思いますね。
今ちょうどご覧いただいているのがですね、これ明治地家の玄関、あの礼拝堂の玄関を飾っている土偶なんで、土偶かちょっと分からないんですけども、土偶だと思いますね、なんですけども、左なんですけどもね、まあ、こうした土偶も見つかっているわけですけども、まさにそれはですね、日本の遮光器土偶とコンセプトを同じにする土偶ということになるわけです。で、衣服を見てもですね、極めてなってますかね、ハイテクな衣服に見えますよね。で、話を戻しますと、まあ、日本ではですね、縄文、まあ、時代といいますとね、新石器時代で、まあ、原始的な生活を、まあ、何千年も何万年も続けていたというような感じで紹介されてますけども、じゃあお聞きしますけども、あの遮光器土偶を見たらですね、極めて精緻な、まさに宇宙服と言ってもおかしくない衣服を着ているわけですよね。それから八戸のね、合掌土偶にしてもそうですね。今はどうなってるかしませんけども、今から5、6年前、7、8年前にね、八戸へ行ってその資料を集めたことはあるんですけども、はっきりと書いてありましたよ。あの八戸の合掌土偶は、若い女性が安産を記念して天に向かって一心不乱に祈っている姿を表現したものである、はっきりそう書いてありましたよ。つまり妊婦さんだというわけです。そして安産を記念してね、天に向かって一生懸命記念している姿である。だいたいね、それは手を握れば なんかね祈るということになってきますけども、それは現在の常識ですからね。皆さんもね、神様に祈るときは手を合わせますよね、握りますよね。その姿を見て天に向かって安産を記念、一心不乱って書いてありましたよ、一心不乱に記念している妊婦さんの姿を表現したものである。公式のホームページですよ、ホームページありません、公式の記録として、まあ、そのパンフレットといいますかね、そうした説明文を駅の前でも、それから高校館でも配ってましたね、まあ、そういう配ってましたとか、それはあの出てますからね、皆さんも大きく、まあ、その文章を読まれたことがあると思いますけども、あのまあ合掌道具にしてもですね、普通じゃないですよね、あの衣服ね、足当ててますけど、靴下のようなものを履いてですね、網目模様の靴下のようなものを履いてますからね。で、服装にしてもですね、明らかにあれば宇宙服ですよ。言い換えますとね、そういうのが一方にあるわけですけども、あるいはですね、もうちょっと言いますと、青森のあの土偶ね、非常に複雑な衣服を着てるんですけど、あれ今日もね、それ書いてあったんですけども、入れ墨を表現したものだと書いてありましたね。体中にね、当時の縄文人たちは入れ墨をしていたと、まあ、要するにそういうことですわね、入れ墨を表現したものだということになりますと、全くそれと同じ模様を持っている八戸の合掌土偶はですね、みんな入れ墨ということになるんでしょうかね。さらに、亀ヶ丘のね、遮光器土偶も、あれ皆さん入れ墨だそうですね、まあ、そういうふうに解釈できるというと、まあ、なりますよね。連続性を持たせて解釈していくとですね、まあ、要するに私は別にあの現在の、ね、考古学者の先生たちがどのような研究をなさっておられるか、それはそれで構わない、それはね、まあ、それはそれなんですけども、今ちょうど、ね、中央に見えているのは、これが明治地家の玄関、礼拝堂の玄関に両側に飾ってある土偶なんですけども、まあ、これも入れ墨です、皆さんね、入れ墨ですよ皆さん、これね、頭にかぶっているのは何か、ね、毛のような帽子です。そして下の方に、ね、そうしたこの、様子が描かれていて、その中から奇妙な、ね、イモムシ人間が表現されていますけども、これもイモムシを入れてですね、昔の人は蚕を大切にしたんでしょうね。そうした虫を入れて、まあ、記念した、そういうもんですよね。はい、ということになるんですけども、要するにどちらの方がですね、合理性があり、まあ、要するに、まあ、宇宙から地球を見たときに、まあ、要するに納得ができるかということなんですよ。で、まあ、こういう姿を見てね、皆さんこれはカエルですっていうふうにね、言われましても、もう私の思考回路では、まあ、拒絶反応を示しますね。ということで、まあ、今日はですね、そんなことを考えながら、ね、冒頭の部分で、ね、ちょっと言いましたけども、沈接ってことをね、いまだにそうなのかなというような、まあ、強い抵抗感を覚えましたので、皆さんに私の沈接を、まあ、紹介させていただきました。で、沈接っていうと珍しい説という意味じゃありませんからね、英語の方では Ridiculous Theory というふうに訳してますから、 Ridiculous、 バカげたという意味ですね。 Ridiculous Theory というふうに、まあ、翻訳で出てきますから、 Ridiculous Theory を紹介させていただきました。本当にそれで良いのでしょうかということで、今日のビデオダイアリー、これで終わります。皆さん自身の目で見て
自分で判断して、そして自分で結論を下す時代に来てますので、今まではね、頂点にいる人が控えおろう、これこう、これはこうこうこうだというと、もうね、ピラミッド方式で、上位下達方式で、下の人がですね、はぁー、はぁー、はぁーと言って頭を下げて受け入れて、そしてそれをですね、子供たちに伝えていくというような時代はもう終わりましょう。こんなね、旧態以前のとんでもない権威主義的なね、まあ、学問世界を体系作りをしているのは、もうこの今ざっと見てもそうでしょうね、日本だけですね。はい、ということで、今日のビデオでありこれで終わります。自分で考えて、自分で判断して、自分で結論出して、そしてそれを次の世代の人たちに伝えていくね。テレビ進行、 NHK 進行というものに対してもですね、私たちは鋭くメスを入れていかねばならないと私は考えています。決してね、間違っているとか、まあ、その否定しろとかね、そういうことではなくてですね、そうした信仰、日本人は信仰心を持ちやすいですからね、まあその信仰というものも何であるかということも考えながら、現在のマスコミ、それから NHK というものも眺めてみる必要があるんじゃないかと思います。では今日のビデオでありこれで終わります。バイ。埴輪です。埴輪です。遮光器土偶です。足を見てください。埴輪の方はハイヒール型ということになります。遮光器土偶の方はローヒール型ということになります。が、同じコンセプトで作られています。左は縄文ヴィーナスです。やはりハイヒール型の歩行補助装置を身につけています。足の部分に奇妙なラインがあることに注意してください。それについては別のところで紹介しましたので、またそちらをご覧になってください。右が仮面の女神です。やはり同じ歩行補助装置を身につけています。皆さん自身の目で見て判断してください。つまり日本の埴輪、そして土偶は皆同じ歩行補助装置を身につけていました。ハイヒール型とローヒール型の違いはありますが、しかし基本的なコンセプトは全く同じです。繰り返しになりますが、古代地球へやってきたエイリアンたちは、このような歩行補助装置を必要としていました。ですから、
皆同じということになります。そして、古代の日本人たちは、見たものをそのまま懸命にこのような形で表現したのです。見たものを懸命に、懸命に、懸命にこのような形で表現したのです。これが皆さん、事実です。そしてその歩行補助装置と、ハマックス999さんが送ってくださった丸太島の石像と思われる像と比べてみてください。コンセプト、形、カーブの仕方、全く同じです。全く同じです。As to the Battle of Angari, it is widely said as follows. Sometime around October 1503, Leonard was commissioned to paint the mural of the Battle of Angari for the Sala del Gran Consiglio, the recently rebuilt Great Council Hall of thePlazzo Vecchio in Florence during the first years of the city's Republican government. An ambitious painting, Leonard used a type of plaster which he read about in a book by Pliny, with the unfortunate result that the work he had barely begun was irreparably ruined. Problems started as soon asLeonard placed his brush to the wall at 9 a.m. The weather turned bad, the sky opened, and it rained then on until nightfall. The sudden humidity liquefied the paste holding the cartoon in position as Leonard lifted his hand to start work. The cartoon slid to the floor.And tore. 1503年の10月頃のことだったと言われています。ダヴィンチがフロレンスのプラゾ・ヴェッキオの広間を飾る絵画を制作し始めた時のこと。プリニーという人の本によればこんな事件があったそうです。午前9時頃、その日もダヴィンチが絵画の制作に取り掛かろうとしていた時のことです。突然天候が悪くなり、空が裂け、夜になるまで雨が降り続き、その雨の湿気により絵を支えていた漆喰がドロドロに溶けてしまったというのです。そのためその絵は床に滑り落ち、裂けてしまったと。そんなわけで現在ダヴィンチが描いたとされるアンギャリの戦いの絵は残っていません。残っているのは別の画家たちがコピーしたコピー画ということになります。で、その中の一枚が今皆さんにご覧いただいているペトロ・パウロ・ルーベンスの描いたコピー画ということになります。広し林、浜松シティ、ジャパン。調べれば調べるほど謎めいた絵、それがレオナルド・ダ・ヴィンチが原画を描いたとされるアンギャリの戦いの絵です。この絵の中には無数のと言っても過言ではないほど多くの騙し絵、隠し絵が仕込まれています。500年間誰もそれに気がつきませんでした。そして最もよく知られている
そのコピー画はあのペトロ・パウロ・ルーベンスの手によるものだと言われています。今皆さんがご覧いただいているのがそのコピー画ということになります。まず皆さんに気がついていただきたいのは、向かって右側に書いてある竜です。ここに描かれているのは竜ということになります。注意深くご覧ください。そしてそれに対してですね、左下にはラム族、つまりサーペント族のエイリアンの顔が描かれています。一見すると若い兵士の顔に見えますが、下半分に着色してみるとその顔はラム族、つまりレプタリアン族のエイリアンの顔に変身します。つまり右側にサーペント族、左側にラム族を配したということになります。左下は法隆寺に所蔵されている侍像と呼ばれている像です。その顔と一致します。が、最もこの絵の中で重要なポイントはここにあります。矢印の部分に注意してください。馬の下敷きになり、一人の男性が倒れているのがわかります。頭からは血を流しています。が、これは血ではありません。降臨、つまり神の降臨を表しています。その隠し絵ということになります。逆さまにしてみるとそれがわかります。つまり血に見せかけた降臨ということになります。つまりここに描かれているのは神ということになりますが、この神の手の向かって右側、左手の甲には聖痕が正確に描かれています。つまりここに描かれているのは処刑された替え玉イエスということになります。by森本聡さんの発見です。全体として見るとこの絵は中央で2つに分かれ、つまりはサーペント族、竜族とラム族、つまりレプタリアン族の戦いの様子を表現したものだということになります。その証拠に中央の2頭の馬のような動物に注意してみてください。向かって右側の動物はこれは馬ということになります。がしかし向かって左側の動物は馬らしからぬ馬ということになります。顔、そして耳の表現の仕方に注意してください。向かって右側の動物は馬であるとしてもですね、左側の動物は何かということになりますが、レオナルド・ダ・ヴィンチは他方で奇妙な動物の絵をたくさん描き残しています。絵がやや不鮮明で見にくいですけども、馬らしからぬ馬ということになります。これは本当に馬なのでしょうか。まあ、絵がですね不鮮明などで残念ですけども、どうもこの地球上にいる動物ではないように思われます。まあ、こうした絵もですね、レオナルド・ダ・ヴィンチは別の場所で描き残しているということです。まあ、こんな恐竜に似た動物も描き残しています。まあ、そうしたことも考え合わせるならばですね、向かって左側の動物はどうも馬ではないのではないかと私は判断しています。で、今日の動画のいよいよ本題ということになります。今矢印で示した向かって左側の人物に注意してください。結論を先に話します。
この人物こそがイエス・キリストの自画像ということになります。そしてこの絵全体としてですね、まあ替え玉のイエスを踏み殺されたイエス、本物のイエスがですね、怒り狂って、まあ、右側にいるローマ軍およびラム族に抵抗している絵ということになります。それについてはこれから順に説明していきます。The Vigilant Citizen website writes about who Baphomet is as follows. Baphomet is an enigmatic goat-headed figure found in several instances in the history of occultism. From the Knights Templar of the Middle Ages and the Freemasons of the 19th century,To modern currents of occultism, Baphomet never fails to create controversy. But where does Baphomet originate from, and most importantly, what is the true meaning of this symbolic figure? I, Hiroshi Hashi, would like to claim here that Baphomet is Jesus Christ himself.Most possibly created by Jesus himself after 1500 years in the Renaissance era. バフォメットとは誰なのか、議論が続いていますが、私、林博士は、バフォメットはルネサンスの時代に現れた1500年後のイエス自身、あるいはそのシンボル的存在であると判断しています。広島やし、浜松シティ、ジャパン。ではもう一度最初から説明します。サバジオスの手です。サバジオスというのは古代フリジアの神でした。そのサバジオスの手のひらに奇妙な動物が描かれています。この動物に注意してください。大きく拡大してみました。少しわかりにくいかもしれませんけども、同じ動物をレオナルドがアンヤリの戦いの絵の中に描いています。この赤い丸の部分です。この動物に注意してください。まあ大きな角と言いますかね。まあ、巻いた角が表現されています。で、私はこの両者は同じと判断しました。注意深くご覧ください。ここが今日のポイントということになります。これは何なのでしょうか。一見すると羊のようにも見えますが、まあ、ヤギということになりますね。あるいは、この地球には存在しない動物かもしれません。ともかくも、この両者、すなわち、サバジオスの手のひらに書かれた、表現された動物と、それからアンヤリの戦いの中に書かれた動物が同じであるということです。そして同じ動物をですね、ミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画に書いています。至るところに書いてあります。これがその動物です。一見すると、カトリックのシンボルである羊のようにも見えますが、羊ではありませんね。つまり、ヤギに近い動物ということになります。これら三者は同じと、私、林博士は判断しました。そしてそれが、バフォメットの顔へと繋がっているということです。一番右がバフォメットです。見るからに恐ろしい、形相の悪い、悪魔的な顔をしています。で、礼拝堂の天井画を反転していますと、まさしくこれら四者は同じということになります。で、下がバフォメットの、まあ、絵ということになります。このバフォメットの手に注意してください。手をよく見てください。薬指と小指を曲げて残り3本を立てています。これはまさしくサバディオスの手ということになります。こうしてまた元に戻ります。そして同じ手を
レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるこのイエスの手として表現されています。やはりイエスもサバジオスの手をしています。こうして一貫性、一連性を持ってサバジオスの手、そして、ヤギ、それからバフォメットと繋がっていきます。つまり、ここに書かれているのはすべて1500年後のイエス、すなわち、ルネサンスに現れたイエスの、イエスということになります。by 林博史説です。これがレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が書いたとされるイエスです。サバジオスの手をしています。そしてそのサバジオスはバフォメットへと繋がっています。すなわち、バフォメットはイエス自身であったということになります。Baphomet, the king of Satan, is a very awful look, goat-headed figure found in several instances in the history of occultism. From the Knights Templar of the Middle Ages and the Freemasons of the 19th century to modern current of occultism, Baphomet,never fails to create controversy. But no one knows where Baphomet originated from and, most importantly, what the true meaning of this symbolic figure is. This video looks at the origins of Baphomet,the historic meaning of Baphomet, and who Baphomet is, and what Baphomet is. Baphomet, つまり悪魔の大王とは誰なのか、そして何なのか、その謎について考えてみます。広島市、浜松シティ、ジャパン。今日の動画は内容が複雑ですから、最初に結論を話しておきます。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いです。このアンギャリの戦いの絵の中には、向かって左側に二人の人物が描かれています。大激怒しています。その人物の顔は2000年前のイエスの顔と一致します。つまり、このような形でイエスが自らをこのアンギャリの戦いの中に描いたということになります。激怒しています。替え玉のイエスが図らずもローマ軍によって殺されたために激怒していると私、林博史は判断しています。そして、この人物の胸を見ていただきたいと思います。そこにはヤギの頭をかたどった飾り物が飾ってあります。イエスの胸にそれが飾ってあります。これがバフォメットの基本形となりました。同じようなものがシスティーナ礼拝堂の天井に描かれています。ミケランジェロが描いたとされるシスティーナ礼拝堂の天井画です。そして、至るところに、羊の絵が描いてありますが、これは羊ではありません。ヤギです。注意深くご覧ください。反転してみますと、まさしく、バフォメットの姿になります。つまり、このような形で、1500年後のイエスは、アンチマリア教、アンチローマンカトリック教の姿勢を明確にしました。そして、右が、
イエスの胸に書かれているバフォメットの像です。そしてその像とバフォメットのシンボリックな像と一致します。これが皆さん事実です。では、順に説明していきます。世界最古のイエスの像と言われている像です。このイエスの向かって左側、右手に注意してください。イエスは薬指と小指を曲げ、残りの3本を立てています。親指と人差し指と中指を立てています。サバジオスの手です。サバジオスの手です。サバジオスというのは、古代トルコの中部の神でした。サバディオスの手です。右がサバディオスの手と言われているものです。指の間に蛇が絡んでいます。比較してみてください。つまり、イエスはサバディオスの手をこのように表現しているということになります。イエスの基本的なハンドジェスチャーということになります。で、サバディオスについて少し説明しておきます。サバジオスというのは、牧神の神である。父なる空の神、というと。で、ジオスというのは、デュース。そして、私たちがギリシャ神話で言う、ゼウスに通じているというのですね。そして、フリジアンのサバジオスを、サバジオと表す。まあ、ゼウスというのはそこから来ているというわけです。馬にまたがった牧神の神です。そして、サバジオスの手は、いろいろな形で、表現されています。が、基本形は一つ。薬指と小指を曲げ、残りの三本を立てています。これがサバジオスの手です。そして、指には蛇が絡んでいます。蛇とサバジオスは密接な関係にあるということになります。イエスは、そのサバジオスの手をしているということになります。もう少しサバジオスについて話しておきます。これがサバジオスの像と言われているものです。向かって左側の右手に注意してください。サバジオスの手をしています。そして向かって左側には木があり、その木には蛇が絡んでいます。そしてサバジオスはフリジア帽をかぶっています。トルコ中部の古名です。ミトラもフリジア帽をかぶっています。つまり、イエスがサバジオスの手をしているということは、現在のローマンカトリックにとっては極めてまずいということになります。国教、ローマ国教となると同時に、カトリックは徹底的にミトラ教、そしてゾラスター教を悪魔教と位置づけて弾圧しています。左がサバジオスの手です。そして同じ手をイエス自身がしているということです。左の下の像は、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いた絵と言われています。それでは、バフォメットを紹介します。バフォメットの像です。バフォメットのハンドサインに注意してください。やはり同じように、薬指と小指を曲げ、三本の指を伸ばしています。バフォメットの像です。ほとんどがそうなっています。つまりこれがバフォメットの基本的なハンドジェスチャー、ハンドサインということになります。お腹には棒があり、蛇が絡んでいます。解体と創造という意味だそうです。で、左のようなマラナスの手をしたバフォメットも時々あります。マラナス、すなわち隠れ、ユダヤ教の神道を表すシンボルマークです。そして右がサバディオスの手です。ブーグローが同じような像を、絵を描いています。ブーグローが描いた聖母子です。このイエスの両手に注意してください。同じように左にサバディオスの手、向かって右にマラヌスの手を表現しています。注意深くご覧ください。このマラヌスの手は、そのうちイエズス会のシンボルマーク、そしてイルミナティのシンボルマークとなっています。同じ手
手がバフォメットにも表現されているということに注意してください。人間は見かけで選んではいけません。同時に神々は見かけで選んではいけません。あえてこのような姿にしたというところにイエス自身の隠された意図があると私林博士は判断しています。そしてサバディオスの手です。イエスもその手をしています。岩窟の聖母の中の向かって左側の子供もやはりこのサバディオスのハンドサインをしています。注意深くご覧ください。このようにしてハンドサインを通してイエスとバフォメットがつながりました。もう一度繰り返します。バフォメットの手に注意してください。ソーブ、誘拐、そしてまあ、結合という意味ですね。一度私たちの常識を分解して、そしてもう一度組み立てろという意味に私林博士は解釈していますが、それはあくまでも私の解釈です。バフォメットについてはこのように説明されていますが、結論を先に言えばどこに起源があるのか未だに何も分かっていないということです。いわゆるオカルトのシンボルとして使われているという程度ということになります。あるいは悪魔の大王、つまり The King of Satan として位置づけられています。が、本当にそう考え、また片付けてしまって良いものなのでしょうか。話を進める前に、外堀をいくつか埋めておかねばなりません。ルネサンスのもう一人の操り芸術家であったミケランジェロが作ったとされるピエタ像です。このピエタ像の向かって左側イエスの右腕を見てください。人間にはないボコボコとしたコブが表現されています。このコブに注意してください。処刑されたイエスです。それと同じ腕がカッシナの戦いの向かって右側の下の人物に描かれています。足の皮をベロッと剥いで、そして頭には鼻冠をつけています。その人物の左腕と、この手を比較してみてください。正確に一致します。コブに注意して比較してみてください。すなわち、このような形で、ミケランジェロは左がイエスであり、そして右のカッシナの戦いの中に描かれているこの人物もイエスであるということを表現しました。左はイエスです。ですから、右もイエスということになります。そして同じ人物をダヴィンチなる画家が解剖図の中で描いています。コブに注意して比較してみてください。同じです。すなわち、このような形で、この三者は同じイエスであることを示しています。ペーター像の中のイエスがイエスですから、当然、右下のカシナの戦いの中に描かれているこの男性もイエスということになります。そしてこの人物に注意してください。この人物と中央の人物は同じです。それについての検証は他のところでしましたので、そちらをご覧になってください。すなわち、一番右がイエスですから中央もイエス、そして左もイエスということになります。これがイエス自身ということになります。もう一つ外堀を埋めておきます。ミケランジェロが書いたとされるカッシナの戦いです。ダヴィンチが書いたとされるアンギャリの戦いです。下を横伸ばししてみますと、構図そのものも大変よく似ています。そしてこの両者の絵の中には、たくさんの隠し文字、隠し絵が仕込まれています。上の絵の中には775027という数字が隠し込まれていました。すなわち、イエス、復活、聖書という意味です。そして下には竜が隠し込まれ、そして足元には、処刑されたイエスが隠し絵として書かれています。そして775027から752という数字を取って、レオナルド・ダ・ヴィンチはその後の自分の死亡日と設定しました。
これら両者の絵が描かれた時には、まだダヴィンチは生きていました。すなわち、ダヴィンチは自分の死亡日をこの数字に合わせて作ったということになります。すなわち、私たちが知っている1500年後のイエスは死んでいないということになります。そして、この赤い丸で囲んだ二人の人物を比べてみてください。同じです。つまり、アンギアの戦いの絵の中に描かれている左二人の人物と、そして上のカシナの戦いの中に描かれている右下の人物は同じ人物だということです。この称号もしてみました。違いがないという点でこの両者は同じです。そして一番右がイエスですから中央もイエス。そしてアンギアリの戦いの中に描かれているこの人物もイエスということになります。二つに分かれた鼻先、顎先、そして広い口、そして耳の下のこぶ、大きつけてた顎骨、鼻の形などに注意してください。違いがないという点で、この三者は同じ人物、すなわち、今から2000年前のイエスということになります。そうした絵を、レオナード、そしてミケランジェロが人間との接点で、まあ、働いていたということになるのでしょうか。すなわち、これらは操り人形芸術家ということになります。そして、その上で君臨していたのが1500年後のイエスということになります。もう一度この二つの絵を比べてみてください。この二つの絵を描いたのは、実は1500年後のイエスということになります。今ご覧いただいているのは2000年前のイエス。そして、右の方が、ベロッキャが書いたと言われているセントジェロームですけども、このセントジェロームこそが500年前のイエスということになります。この両者は違いがないという点で、同一人物、すなわち1500年後のイエスということになります。今から見れば500年前のイエスということになります。そのイエスがこうした絵を描いて、そして人間に自らのアジェンダを示したということになります。もう一度今日のポイントを皆さんにご覧いただきたいと思います。これがダヴィンチなる画家が描いたとされるアンギアリの戦いです。この絵についてもう少し説明しておきます。この下に馬に敷かれて、そして今生きていようとしているのは、いわゆるプロキシー、替え玉のイエスということになります。それに対してイエスが激怒しています。両者を比べてみてください。両者は違いがないという点で同じであると私、林博士は判断しました。すなわち、アンギアリの戦いの中に描かれている人物はイエス自身であったということになります。もう一度、操り人形、いわゆるまあ替え玉ですね、のイエスについて話しておきます。一番左上が、これが2000年前のイエスの実像です。写真から起こした絵と林博士は判断しています。そして、右上がですね、これが1500年後のイエスということになります。そして、数々の作品を残しました。そして、その間でうごめいていたのが、操り人形芸術家ということになります。シノレッティとダヴィンチは、髭と鼻を除いて全く同じです。つまり、シノレッティの一人二役が、まあ、ダヴィンチであったということになります。レオナルド・ダヴィンチなる画家は存在すらしていませんでした。レオナルド・ダヴィンチなる画家は存在すらしていませんでした。存在したという証拠がどこにもないのです。そして、カッシナの戦いに戻ります。上がカッシナの戦い、下がアンギアリの戦いです。先ほど言いましたように、ここに描かれている二人の人物は同じ人物だということです。そして、上の、いわゆる右下にいる人物がイエスですから、左下の人物も、イエスということになります。そしてこれら人物は、顔においてですね、違いがないという点で、同一人物、すなわち、イエスということになります。もう一度しっかりと確認しておいてください。ここが今日の重要なポイントです。そして中央に描かれているのは1500年、いわゆるまあ後のですね、ルネサンス時代に現れた操り人形芸術家ということになります。これらの芸術家は自分で絵を描いたり彫刻を彫ったりはしていませんでした。ペーター像についてもそうです。
そしてこれが2000年前のイエス、そして右が500年前のイエスということになります。こうした作品を残して、そして私たち人間に見せたということになります。処刑されたのは替え玉のイエスということになります。そのことをイエス自身がこのアンギャリの戦いの中で示しています。このイエスの頭からは血が流れ、そして手には聖痕が残っています。この人物の今向かって左側の、まあ、右側のですね、左手には聖痕が描かれています。つまりこれが処刑されたイエスであると1500年後のイエスは表現したということになります。それに対してイエスが激怒して、そしてローマ軍に向かって戦っています。この馬に注意してください。向かって右は馬です。この地球にいる馬です。しかし向かって左にいるのは地球にいる動物ではありません。おそらく1500年後のイエスがどこかからの惑星から連れてきた、動物と思われます。これは馬ではありません。つまりこの絵は二つに分かれているということです。右側の茶色い部分、黄色い部分が人間の世界、兵士はローマ軍のヘルメットをかぶり、そして左がブルーの部分がレプタリアン、すなわちラム族ということになります。そしてこの替え玉のイエスは人間側の馬に踏みつけられて今生きたいようとしています。つまりこのような形で、替え玉のイエスはローマ軍に殺されたということをこのアンギャリの絵は示しています。そして左に描かれている人物と、そして右のイエスとは顔が一致します。ここが重要ですから、もう一度確認してください。違いがないという点で同じと判断します。顔というのはそういう風にして判断していきます。その時々において微妙に変化しますが、基本的には変化しません。その変化しないという部分が違いがないという表現になります。つまり左の人物はイエス自身であったということになります。皆さん、これがイエス自身ですよ。これが今日の最大のポイントということになります。これがイエス自身です。そして皆さんに冒頭でお見せしました結論ということになります。もう一度アンギャリの戦いのこの人物を見てください。ここに描かれているのはイエス自身だということです。イエス自身だということです。そして右下がイエスの実像ということになります。ここを確認してください。ここが重要です。イエスです。イエスです。イエスです。そしてアンギャリの戦いのこの向かって左側の人物の胸を見てください。イエス自身の胸に絵が飾ってある飾り物に注意してください。飾り物に注意してください。イエスの胸を飾っている飾り物に注意してください。そうです。ヤギの頭です。なぜイエスはこのような飾り物を胸につけているか、いたか、もう皆さんお分かりですね。すなわち、このヤギこそが、イエスのシンボル的な動物ということになります。そして同じく、1500年後のイエスは、そのシンボルを羊に見せかけて、システィーナ礼拝堂の天井に描いたということになります。右はこれは、羊ではありません。ヤギです。反転してみますと、それはまさしくバフォメットの姿となるのです。バフォメットの姿となります。そしてそのバフォメットはサバディオスの手をしています。つまりイエスのハンドサインとも一致します。こうして四方八方からバフォメットに繋がっていくのはイエス自身だということになります。つまりバフォメットはイエス自身だということになります。イエスが自らこのような醜悪な姿で表し、そして私たち人間に教えているのです。神を見かけで選んではいけないとです。それがイエスからのメッセージということにもなります。もう一度、このサバジオスの目に注意してください。これでバフォメットの正体が皆さんにも分かっていただけたと思います。
で結論ということになります。アンギャリの戦いについてウィキペディアは次のように簡単に説明しています。ダ・ヴィンチはアンギャリの戦いで軍旗を激しく奪い合う兵士たちや軍馬の衝突を描いたと、それだけです。つまり何も分かっていないということですね。で、あのジョルジョ・バザーリはその著書、画家、彫刻家、建築家列伝においてダ・ヴィンチのアンギャリの戦いの描写の素晴らしさを称賛していると。アンギャリの戦い、まさに謎に満ち溢れていますけども、私林浩司は次のように判断しています。この絵は向かって右側と向かって左側、つまりラム族とサーペント族の戦いを表したものであるとです。で、竜とそしてレプタリアンの像がその中に描き込まれていると。そして左上人物のはですね、1500年後のイエス自身の自画像であり、その胸にはまさにバホメットの紋章を身につけているということです。つまりバホメットイコール1500年後のイエス・キリストということになるのではないでしょうか。ということで、この動画の結論とさせていただきます。どうも最後までご覧いただきましてありがとうございました。Bye for now. One, two, three, four, ジョムジン Five, six, seven, eight, ジョムジン One, two, three, four, ジョムジン Five, six, seven, eight, ジョムジン